う魔法使い。うわ、中のやつに何て言われた？お前は違うと。そうか、そんじゃもういらん。あのドアの向こうには魔法使いどもの世界がある。奴らは魔法でドアを作り出し、俺たちの住む町ホールと奴らの世界をつなげる。そして奴らはホールへ練習にやってくるんだ。奴らがドアを出すところを初めて見たな。おほほー、俺たちにもくれよ。ホールか、胸クソ悪い場所だ。全身虫になっちまうぜ。待ってな、クソだけ。内臓が体の中でシェイクしたぞ。弱りくぐいた。行くぞ、ノイ、ホールへ。ああ枕にトゲが。あのでかい二人は多分私たちを殺しに来た掃除屋。なーつやる、アホ。なんて邪魔だよ。働け。じゃあこっちも久々に本気で行くぞ。俺の記憶、俺の本当の顔、名前、今は何もわからない。すべてを黒煙が隠している。どうも顔がかゆいと思った。つーか、脱皮すんのかよお前。